近代ユニバーシティ。皆さんこんにちは。日本の大学全部行った男、山内太一です。今日は近畿大学の農学部にあります応用生命科学科につきまして森本正則先生からお話をお伺いします。先生どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。先生、農学部の応用生命科学科というのはどんな勉強ができる学科なんでしょうか？農学部といいますと野菜を育てたりそういうイメージがあるかもしれませんけども、うちの応用生命科学科というのは生物と化学を半分半分で、学べるような学科になります。これは高校生のイメージですと高校の段階での生物と化学両方やってるっていうことで大きくは違わないという？そうですね、おおよそそんな感じです。高校で習う生物化学の分野をより掘り下げて学習するというような学科になります。化学だと高校では結構丸暗記で、うん、A と B を混ぜると C ができますみたいな形の勉強の仕方が多いかもしれませんけれども、大学では電子がどういうふうに動くから C ができるということを論理立てて学習していきます。生物でも光合成とか呼吸とか、高校では本当に部分部分しか学習しませんけれども、大学では化学物質一つ一つがどのように変化して次にこれができてこれができてっていうことを詳細に学習していきます。農学部ですとよくこう野菜や果物を作ったり魚を育てたりというイメージもあるんですが、この学科では具体的にどんなものを作るんですか？作るものといいますと、まあいろいろなんですけども、まあ食品、発酵食品、お酒を含めてですね、醸造学もありますので、はい、まあそういったものを含めて、あとまあヨーグルトとか漬物とかもそうですけども、あいつ発酵食品もそうですし、まあ、お米の研ぎ方なんかもやってるんですね。お米の研ぎ方栄養分がちゃんと残るようにはどういうふうに精米すればいいかというようなプロセスを研究したりとかですね、あと面白いところだったら松茸とかキノコの基礎作品なんかを研究してたりします。あとは森林の循環の仕組みですね、していってそれをシロアリが食べたり菌が食べたりして分解していきます、まあ、そういう仕組みを研究することで今木造建築をいかに長持ちさせるかとか、逆にそういう木材資源からバイオエタノールを作るとかですね、まあ、そういった研究にもつながりますし、まあ、私の研究室なんかだと作物保護をメインに研究してますので、環境に負荷の少ない農薬ですね、どういうふうにすれば、野菜が、虫に食べられたり病気にならないかというような研究をしたりしています。大きくは農学部の中で、まあ、化学を中心に、まあ、生物も使いながらいろんなものに応用していくという学科であると。そうですね、いろんな自然現象、要は自然の中にある、まあ、キャベツはモンシロチョウに食べられてしまいますけれども、他にも野菜いっぱいあるのにモンシロチョウはキャベツを食べます。キャベツ、はい、はい、まあ、そういうのは科学の目で見ればこういう物質が含まれているからモンシロはこれをアブラナ科の植物、キャベツだと認識して、まあ、食べよるわけですね。そういうことが分かれば、逆になんかそのモンシロチョウに食べられにくいようなキャベツを育種する、まあ、そういうこともできたりするわけです、まあ、ステルスキャベツみたいなんですね。なるほど。近畿大学の農学部には生物機能科学科という、正直名前が似てるのかなっていう学科もあるんですけど、どういうふうに研究内容が違うんでしょう？そうですね、生物機能科学科の、まあ、中身ですね、学習される内容とか研究内容というのはどちらかというと、まあ、基礎科学で、まあ、その研究から見つかった発見っていうことが将来教科書を書き換えるような、まあ、そういうような、ことにつながっていくんじゃないかなっていうふうに思ってます。一方で応用生命科学科というのは、まあ、応用とついてますので、まあ、出口に近いところですね、アレルギーの人でも食べれるような食品を作るというような形で、ちょっと差別化、区別をしております。では高校生の方であれば、まあ、研究の基礎の方がやりたいか応用がやりたいかで学科を選ぶということに？そうですね、一つはそういう選択肢もあるかなと思います。まあ、どちらの学科でも、はい、うちでも基礎的なことをやったりも、まあ、実際している部分はありますので、まあ、どちら行ってもどっちもできるっちゃできるんですけど、はい、あとは理工学部の
応用科学科や生命科学科との違いは何でしょうか。うちは あくまで農学部の中の科学科ですので、農業に使われるまたは農業で生産された生産物の科学で区別できると思います。例えば農業の中の科学っていうと肥料であったりとか農薬、まあ、そういったものが作物の安定な生産を、支えています。まあ、そういったものの研究であったり、まあ、それについて知識を学ぶ、それから、まあ、あとは出来上がってきたものですね、生産物をどういうふうに加工していって、その加工のプロセスでいかに機能性を付与する、これを食べるとがんになりにくいとかですね、今いろいろ言われている生活習慣病の予防に、こういう食材がいいんじゃないかという提案、そういったものができないか、まあ、そういうものを学習していくというのが、まあ、農学部の中での科学科の立ち位置。科学というものに高校生の段階で興味があっても、まあ、どの学部に行くかによって入ってからの研究内容って結構変わってくるものなんですね。そうですね、高校生の中で本当に学部を選ぶってすごく難しいところで、さっきおっしゃられたように、うん、同じようなものが違うところにある。そうなんですよね、科学いっぱいあるし、一つにはその各先生が取り組まれている研究内容ですね、まあ、そういったものをウェブですね、ホームページとかで見ていただいて、うちなんかだったらキノコやってる先生って結構珍しいと思うんですけども、まあ、キノコの人工栽培とかやってみたいなっていうのであれば、まあ、うちの学科がぴったりだと思いますし、まあ、そういうので選ぶのも一つだと思います。あとうちの近畿大学の場合ですね、キャンパスごとに場所が違うっていうケースがありますね。うちの農学部も奈良キャンパスで、東大阪ではありません。でこの奈良キャンパスって非常に自然が豊かで、すごくええとこなんですね。東大阪は結構いろんなお店があって、まあ、別な意味で楽しめるかもしれませんけども、農学部はこの立地ですね、自然が大好きっていう人にぴったりのキャンパス。農学部といいますと、地方の国立大学には非常に充実した農学部がたくさんありまして、地方の高校行くと地元の国立の農学部いいじゃないかって先生に勧められるんですが、うちの近代農学部のうちの方ここがいいよみたいな PR もしございましたらぜひPR ですか。まあ、国立大の農学部、確かに、ネームバリューは高いと思うんですけども、まあ、持ってる設備ですね、うちの農学部の保有してる分析機器っていうのは一流の国立大と遜色ないような機器を揃えています。だから大学院生とか、まあ、学部4年生、3年4年生になって卒業研究で研究をやるんですけども、その研究をやる中で最新の機器を使って最新の研究ができる、それがまあ、うちの、まあ、私立大学、近畿大学の農学部の良さ一つはだと思います。もう一つは就職活動をするときに、やはり地方の国立大は多少不便があるというふうに聞いております。それに比べると、まあ、都市圏にある、はい、うちは特に近畿圏、関西圏にありますので、非常に就活しやすい。応用生命科学科を卒業すると、どういった業種や職種に就職するんでしょうか。うちの卒業生の多くは、まあ、業種というと、まあ、食品とか薬品、薬品業界、まあ、そういうところの会社に勤められる方が多いです。で、まあ、その中の職種というか、研究職であるとか営業職とか、まあ、その辺に関しては学生が希望するような職種を、にチャレンジしてちゃんと内定を取ってきているようです。まあ、確かに研究職ってなると大学院まで進学された方が研究職に就く率は高くなりますけども、4年卒でも研究がどうしてもやりたいという学生さんであれば、まあ、研究をすることもできます。また、はい、うちの農学部は先生方が非常にアグレッシブに研究されてまして、企業と一緒に仕事研究をしている方が多いんですね。そうするとその企業一緒に共同研究している企業さんのところへ就職するとかですね、そういうなんていうのつてですかね、まあ、そういうことで いろんな会社行かれる方がありますね。今森本先生ご自身が一番興味を持って研究してらっしゃるテーマは何でしょう。私のテーマですか。私は昆虫と植物の関係について、興味を持ってやってまして、ね、でまあ、先ほどもちょっとモンシロチョウの話をお話ししましたけど、
虫ってあの、まあ、食べる植物が決まってたりするんですけども、逆に害虫って言われるものはいろんなものを食べるんですね。いろんなものを食べる害虫を我々農業をやってる人からしたら防ぎたいわけですよね。そのために薬を使うんです。でその薬を使わなければいけない今の野菜なんですけども、もともとは野生植物から育種されてるんです。野生植物っていうのはある程度強いといいますか、虫に食べられないような仕組みを持っているんです。その仕組みを、まあ、こういう化学物質を持ってるから虫に食べられないんだということを研究しながら、それが今の作物にうまく転用できないかなというふうに考えてたりします。先生ご自身がこう高校生の頃に自分の将来の専門分野はこれなんだって思ったきっかけって何かございますか？僕特殊といいますか、ちょっと変わってるんですけど、もともとそのきっかけがあったのは小学生の時でして、小学生の時に、はい、小学生の時にその地元で開催された植物観察会に参加したんです。そしたら、まあ、その辺の道端を歩きながらですね、この雑草はこういう名前なんだよ、ちゃんと花が咲くでしょいうのを先生が教えてくれて、あ、その辺の草でもちゃんと花が咲いてちゃんと名前があるんだ、面白いなと、うん、なるほどですね。もう図鑑を読み漁ってですね、お植物を取ってきて標本作って、まあ、その小学生だったんですね、はい、小学生の頃の夢のまんまここまで来るという、まあ、そうなんですよ。素晴らしい。で、まあ、そんなこんなでずっと植物が好きで、で、まあ、高校生まで来て、で、まあ、どこの学部かなってなった時に、まあ、その植物が好きっていうだけだと、まあ、理学部とか、まあ、薬学部とか、そういう道もあるんですけれども、まあ、それとともに、育てることも好きだったんです。園芸とか。ああ。で、まあ、そういうことで、あ、農学部で、科学科やったら、科学を使いながらそういうことが全部勉強できるん違うかなって。まあ、それが、まあ、きっかけ。なんですね、小学生の頃から何かにこうすごい好奇心をお持ちで。まあ、植物分類学者の牧野富太郎という高知県出身の植物学者がいたんですけども、まあ、その牧野先生の伝記とか、はい、まあ、そういうのを小さい時に読んで、おお、まあ、いいですね。働くのが素晴らしいなと、はい、その時思いましてね。今高校生がこう自宅でこの学問分野に関心を持った場合にどういう勉強をしてほしいのようなものはございますか？まあ、そうですね、この学部というよりも今の高校生学生さんにやってほしいことっていうのは、何かその自然科学の分野で興味を持って、この分野やったら僕は私は人に負けないと、うん、何かを持ってもらった方が僕はいいんじゃないかなと思う。昆虫博士みたいな。はい、僕は雑草が分かったんですよね。雑草博士。草が好きで、その時は草の図鑑をたくさん読みました。はい、昆虫でもいいし、天文でもいいし、石でもいいと思うんですけども、何か自分はこの分野やったら友達の中では一番と言われる、うん、そういう図鑑をいろいろ読んでると、見たことない、今まで自分が見たことないようなものが載ってるんですよね。でそれに、フィールドで、野外で出会ったら、今まで CD でしか聴いたことがないミュージシャンにライブ会場で本間もんに会ったのと同じようなこう衝撃があるんですよ。わあ、それライブっていうね。はい。それがね、もう一度経験するとなんかやめられなくて。ああ、熱いですね。いまだにやっぱり死ぬまでに見ておきたい植物リストとかっていうのがあるんですね。そういうの一つ一つこう、いろいろいろんなところに行って叶えていく。僕今畑、自分とこの畑とか、いろいろ果樹を植えたりしてるんですけども、朝起きて、まあそういう植物に、まあ挨拶に行くって言うんですけど、毎朝挨拶に行って、でまあ虫に食われとったらちょっと助けてやる。肥料が足らんなとか、枝切ってほしいなって言うてるやつはそういうふうにしてやるって。なんか一応植物とこう話をしながらね、日々過ごしてる。ああ、素晴らしい、植物の話ができる。そうなんですよ。そうするとね、自分の研究でもフィールドに出るといろんな雑草が俺は面白いから研究してみいひんかって言ってくるんですよ。草が話しかけてくるわけですね。はい。で、それをキャッチできれば、はい、それが研究のネタになってそれが論文になる。だから若い学生さんも何かそういうことができるような、何かそういう一つを持っておけばいいんじゃないかな。
じゃあ皆さんぜひですね、フィールドで出て植物と対話していただくということで、まあ科学系の学科多いんで私もよく区別がつかなかったんですが、まあ、農学部にある学科ということで非常に特徴や魅力がよく分かったと思います。ということでですね、本日は農学部応用生命科学科につきまして森本先生からお話をお伺いしました。先生、どうも本日はありがとうございました。ありがとうございました。